あ、また来た。あ、連なしか。お、またサイズアップかも。お、小気味いいですね。まさん、あの、タモ。まさん、タモとかつって。あ、逃げちゃった。これ、世紀の大発明ですよ、これ。前回までのハヤトチャンネル。SABA ですか。 SABA ですか。もういらないでしょ、ヘッサン。 SABA サバですか。 SABA サバ、いや、こっしょ、でけえ。すごいボイル、なにこれ。沖まで海一面全部コハダ。当たってますよね。当たる。コツ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 当たんな、ね、ほらほらほら。果たしてこれを早くした方がいいのか、うん、今いろいろやってる。多分ね、早いとダメ。僕の感覚だと、あの、ステイした方がいいと思います。ステイしたんだけど、ステイすると消えちゃうんだよね。あ、食わないですか。うん、いや、今から活性が上がってくれば食いますよ、多分ね。多分ほらほら当たってんすよ、コツ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 って。でも何百回何百キャストしたか分かんないですから、俺一人で釣れましたね。釣れましたね。ほら、それでもここ、昨日もここ、食い悪い時ここなんですよ。あ、食いがいい時は缶抜きまで入るでしょ、うん、食い悪い時ここ、うん、昨日もここだった、ね、うん、下の下っていうんですかね。お役御弁。お役御弁。お役御弁。じゃあ、マスさん、僕一投目からちょっと釣らせてもらいますんで。あ、やってください。来たかな。お、マサン、サヨリ。お、答え出したね。いやー、来た来た。あ、うん、アッパとか言わないでください。バレたかな。意外にかかってるもんだよ、手前来ると。いや、バレた。バレた。うん、両方来てる。サヨリ来たかな。サヨリ来たかな。こっち、サビキもこっちも来てる。ザッパだ。サヨッパでした、サヨッパ。サヨッパ、サヨッパ。サヨッパ。サッパリングになっちゃいました。サッパ虫食ってきますからね。マジで。しかもね、でかいんですよ、でかい。同じ量。これはもう5分硬化型。早いんです。エポキシ重視ですね。そうです。相変わらずマスさん仕事が細かいですね。丁寧ですよね。粗い方ですよ。まだね、これからがあるんだ。ちなみにこれ何をやってるかっていうと、糸と糸の結び目をエポキシ樹脂で固めてます。コーティングしてます。そうすることによって糸が絡まないと。そう、糸が滑ることによって糸が絡まないと。切りっぱしが必ず出るじゃないですか、少し、うん、1ミリでもコンマ5でも。それに糸がクロスした時に、滑った時にその出っ張り、要はトゲ、うん、トゲに引っかかるんですよ、うん、それで絡むんですよ、うん、それだけでもダメなの、うん、でそれを極力なくすために、うん、エポキシ樹脂で俺は固めて、うん、
5分効果なんで、うん、4分ぐらいしたら手でちょっとこうやって、うん、あの夏目浮き、うん、名人が使ってないですか、こう細長いタイプの、うん、ああいう感じにするんですよ、うん、そうするとかかっても滑る、うん、まあ、確率を上げていくということですよね。一頭一頭のロスを少なくするっていう作業ですね。こら、何やってんだ久しぶり、久しぶりっす翔ちゃん、久しぶりだね。久しぶりっす、結構遊びに来たの。遊びに来ました。いいね、久しぶりに久々遊んで。天才釣り少年、ちょっとルアー投げて発散しようと思います、うん、天才釣りおじさんもいるから対決だね。どうせ天才対天才の。そうですね、頑張ります。釣りに対決はない今、まさに名言出ましたね。何が、また名言出たじゃない、釣りに対決はない。釣りなんかそんなもんね、どんな子供の遊びだよね。シャッチョコバっちゃダメなんですよ、早くさん。なるほど、釣れるときは釣れねえし、釣れる、釣れるときは釣れねえし、釣れねえし。なかなかいい投げ方やっぱりするよね、君は。やばいですか、あれ。うん、すんげえ距離出るよね。えランニングラインを変えてきました。シャッチョコバってるじゃないですかランニングラインを釣るためにはまずはシャッチョコバってますね、それ。もういろいろと研究はね、研究はね、うん、研究はね、研究はね、うん、シーバスれたじゃん。シーバじゃないです。あ、シーバじゃないか失礼しました。あ、すいません、失礼しました。小肌がさ、やっぱり今日ね、群れで入ってるからさ、そうっすよね、釣れたよね。じゃあサヨリング名人からいただいたね、この仕掛け、サヨリングの仕掛けを欲しい方に配りましょう。ハヤトくんのチャンネル見てくれてる人にぜひ使ってもらいたいね。ありがたいですね、サヨリング名人の直々のプレゼント、なんとかしてね、お渡しする方を考えます。これサヨリング名人からなんで、ぜひ使ってください。あ、ありがとうございます。ぜひ使わせていただきます。ちゃんとサヨリング名人お渡ししてますんで。はい、ありがとうございます。確かに証拠としてね、お、はい、渡しましたんで。はい、いただきました。はい、サヨリの仕掛けもいただきました。はい、ありがとうございます。バイバーイ。バイバイ、お姉ちゃん、ね。ありがとうね。釣り始めてね。釣り好きになってね。え、どれくらい釣れました、アジさん。80くらい言うね。うわ、すっげえ釣れ。いやー、大量大量。やっぱ温暖化影響してるね。早いんですか。早い早い。全部魚おかしいですよね。そう、本当に。本当はあのサイズは11月とかね、下手すりゃ年明けだもんね。そうですね。あ、本当はまだこの城ばっかりの時期。そうそうそう、今はでかい時期。あ、じゃあ産卵が早まって。ってことは年末の小肌が高いよ。ああ、いいですね。大好きな小肌が高くなってしまいますね。じゃあもう今日のやつ冷凍しといたらいいじゃないですか。生じゃないとダメだ。生じゃないとね。うわ、小肌の群れと一緒にちゃんとマサさん鳥が ね出てきますね。ね、分かってるから一緒に。ちょっとね、おかしいやつみんなついばんでるんでしょうね。うん、いやもう小肌食ってますよ、鳥くわえて飛んでる。君は今日はお呼びではない。チン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 、いいよしてんね、真っ赤で、うん、多いっすよ、早い、ね、うん、今年チンチン多いっすね。サヨリが釣れない時の暇つぶし。そう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 。お、さらにサイズアップ。ほら、引きいいっすか。さらにサイズアップ。え、マジで。ちょっと、おっと、でもちょっと映しますよ。お、おー、ほんとだ。ほら、おー、やった。これ、新しい釣り方。なんていうんすか。え、なんていうの。チンチンリーグ。チンリーグ。チンリーグ。微妙な言い方はやめてください。チンチンリーグ。
マサさんは手持ちでもう完全にヘチに落としてる感じですね、サヨリ仕掛けを。僕はといえば置き竿をしてます。置き竿をしていてサヨリ仕掛けが漂ってると。両方とも釣れる。これがうまいんでしょうね。やはり美味しいんですかね。サヨリ仕掛けヘチ置き竿。はい、チンチニング引き続きやってみましょう。やりすぎって何ですかやりすぎいじめないでくださいそんなにチンチニング、チンチニングセンシティブな方がやめてくださいチンチニング怒られます。いじめすぎですか。いじめすぎですねあ、また来た。あ、連打した。お、またサイズアップかも。お、小気味いいですね。まさん、あのタモまさん、タモとかって怒られるっちゅう話だよ。チュー泣いてる。サイリング名人に怒られる仕掛けの使い方ですね。サイリが食わないときはこう待ってるね。サイリが食わないときは、サイリが食わないときはこう待ってるね。そう、サイリが食わないときはチンチンニングにも使えると。これで竿をただ置いておくとこれ世紀の大発明ですよこれそしたらチンチンが釣れると。めっちゃ引っ張られてる。引っ張られてるね。ほらほらほら、ほんとだ。マスさん、タモこの動画にはセンシティブな表現が含まれております。チンチンリング、いや確かにサイズアップしていってる。はい、ということで今日はね、サビキは爆釣というよりも爆発で、もうサビキはもう大満足でしたね。アディさんたちとも会えたし、アディさんも100匹以上釣ってるし、最高のサビキ釣りだったと思います。で最後はもうチンチン連発連発連発でね、新しい釣り方もご紹介できたと思いますので、楽しんでみてはいかがでしょうか。それではノーカンとしたいと思います。ノーカーン、へいへい。いいんです、いいんです、大丈夫ですよ。これ体力の限界ですよ2日で1時間しか寝てないんだから今日はありがとうございました。いろいろご視聴ありがとうございました。まだアジさん、うん、サメね、無理しないように。いいね、もうこんだけいいんだもんたまたまみたいな頭乾いちゃうよねもうね、爆釣っていうか爆発ですよね、今日はね無限釣りになってましたね、アジさんもすごかったね。え、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、さよなら。はい、すいません、アジさん、また近いうちに。ありがとうございます。船ね、はい、行きましょうね。いや、すいません、また、はい、ありがとうございました。すいません、じゃあ、ババちゃん、すいません。お疲れ様でした。お疲れ様です。さん、今日もありがとうございました。言葉だけじゃなくて、本当に疲れてますね、マスさん。ですね、2日で1時間しか寝てませんので、ハヤトさんの指令で江戸川河口にサヨリ調査に前の日行ってましたんで、寝ずに。一部誤解があります。指令は なかったですけどね。でもおかげでサヨリリグの、ね、テスト兼ねて行ったんで、うん、あれでだいぶ絡まない仕掛けっていうのが分かりだしたんで、そうですね、良かったです ね。長さとか、ね、太さとかいいテストできたんで。いや、今日は爆発しましたね、マスター。釣れましたね。釣れました。今日は本当に釣れました。ありがとうございました。もう肌はすごいし、サバもまあすごいし、アジがね。ね、アジも大きいのがね、釣れたし。暗いうちから釣れましたからね。うん、クロダイの子供のチンチンはもういらないっていうぐらいね。結構釣れましたね。釣れましたしね。楽しめました。ありがとうございました。楽しかったです。うん、アディさんも元気だったし、よかったんじゃないですか。ね、本当ですよ、ね。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。すげえ、アディ弁当。今日はアディ弁。アディ弁当。
でかい。これ夕飯。これが夕飯。夕飯。朝食はこっちであるからさ、また。朝食は？朝食はこっち。弁当って。これ朝食。おいにゃんちゃんとサバの。サバ。巻いてきたら食べやすいように。マディさんのそれ高さ弁当ってやつですよね。高さ弁当。学校でこうアルミのお弁当箱を開けると白飯に、うん。うん梅干し1個じゃないですか、ねうんうん、ああ、わびしいもん食ってるなったら実は裏にいいものが入ってるという、ね、ですよね、うん、このステッカーなんだってあのキロありますねえキロあるキロこれ何これ鶏と豚って言ってた鶏と豚って言ってましたよねすごいやっぱり量はね、うん、ありがたいですよねあれねいただいてみましょう。稲荷も作ってきてくれてる。うわ美味しそう。現地で食えるご飯じゃないの。ねえ、これ現地で食えるやつじゃないですね。いただきます。あれどうして？聞かなくていいよ。へーって言ってましたね。今日の成果バッチリです。